リンゴを握りつぶせますか、つぶせるわけないだろう。80キロぐらい必要だから、あのさすがにそんなゴリマッチョではありません。60キロあればいける。え、マジで。え、ホラゲやった後とか会長と一緒に寝てたりする？一緒に寝ることはあんまりない。僕がいびきをかくので、ちょっとそれを僕的に気にしているというね、可愛らしい乙女な節がありますので、ホラゲをやった後にあのビビり散らかして怖くて、え、ここ今起きてる、あのさ、リビングで喋んね、あのお茶でも飲みながらとか言ってね、おう、いいけどみたいなことはありましたねと。実際胸がでかくなるとしてどれくらいが理想ですか？いや、まあ、別にちっちゃくねえんですけど、あえて言えば ABCDEFGG カップかな。おかゆ先輩になりたかったって本当ですか？本当です。あの僕の初配信とかの、まあ、ちょっと今と雰囲気が違うの皆さんもう分かってると思うんですが、初期の頃はちょっとあのおかゆ先輩をちょっとあの参考にさせていただいてもらいました。カナダ人といえば握力50キロで有名ですが、子供の頃から強強だったのでしょうか。握力をそもそも初めて測ったのが中学1年生の時で、その時にすでに35ありました。高校1年生の終わりの時にね、ゲーセンに握力を測れるようなものがあって、それで測った時に50いってたっていう時がありました。でその時に思い当たる節があるとすれば、おバイトでお盆を片手で持ったりとかしたからかなと思いました。スキンケアに使っている化粧水とか教えてほしいです。化粧水ってあんまり使わないタイプで、ハト麦化粧水っていうのをちょくちょく作ったりとかするんですけど、マツキヨに売ってるあのビタミン C のなんとかなんとかと、あとはあのこれは内緒なんだけど、キリュウココが持ってるあのアスタリスト、ちょっと高い化粧水があるんだけど、それをたまに勝手に使ってます。カナタンにとってホロライブとは、人生を変えてくれた大事な場所。おー、いいこと言う。シーコさんとは今どんな感じですか？いや、全く変わりなくやっております。シーコさん元気ですよ。ホロメンとドライブデートするなら誰と行きたいですか？うん、ちゃんと運転してくれる人、ラビーちゃんとかかな。ボタンちゃんとかどうですか？あ、団長とかあのドライブデートしたいと思います。ミコちゃん、ねえ、命がなくなる、やめてください。ミコ先輩、あの僕運転あのやめてください。ミコ先輩隣には乗りません。カナタンの節約生活時代の1ヶ月の食費はいくらくらいでしたか？え、ね、これいい、これマジでガッチガチの本気のやつ言うよ。1万円です。1万円で抑えたことはあります、何度も。でもかなり厳しいのであんまりおすすめしないです。一食とかうどんだけとか焼きそばだけとか、100円の焼きそば3日に分けてとかになるのでおすすめしません。お塩先生がマウスパッドを販売しましたが、一番最初にどう思いましたか？ないんかいと思いました。は？ないんかいと思いました。かなでちゃんは普段どんなシャンプーを使っていますか？ココがあのふるさと納税をしてもらったなんか強い高い蜂蜜のやつとかも使ったりもするんですが、僕は最近は一カミを使っています。はい、次。ちょっと一カミ飲むなよ。やめてよみんな、ちょっと僕のシャンプー飲まないで。ホロメンで彼氏にするなら悩むんだけど、まず気遣わなくてよくて、であのおおらかな心で受け入れてくれるタイプの人が好きなのってボタンちゃんかなと思います。次。昨日アクタンの枠で上がったうまぴょい伝説、鉄板の歌詞があるパートを割り振られたことに何か感じるものはありましたか？アクタンは年々ね、大きくなっていらっしゃるので、まあなんか余裕があるのかなと思いましたけど、別に全然気にしてません。同性に告白されたことありますか？これはあります。しかも実は何回かあって、あのまあ断るんですけど、断ると友達でもいられなくなって、友達が一人減って、すごいちょっと僕的にはショックな出来事がね何個かありますねと。かなたんが今まで壊したもので一番頑丈なものは何ですか？おカフェでおバイト時代のコーヒーメーカー
アイスコーヒーを入れる機械のなんか上の方をなんか外して毎日洗ってたんですけど、なんかの部品をなんか取れねえんだよこれ硬くてってバッてやったらバキーってなって、マネージャーのね、真面目なあのメガネのお姉さんにめちゃめちゃ怒られたという、あれが一番頑丈なものをぶっ壊した時かなと。そしてラスト、現在の握力を生放送で測ってほしいです。せーの、あ、やばー、待って、足つったかも、やばい、ね、みんなちょっと待って、えぐい、左手いきます、せーの、はにゃ、新たな伝説がさ今一つ生まれたかもしれない。ででん、47.8kg ですね。これ左ね、一時期左の方がさめっちゃ強かったんだけど、 47.8kg ですね。皆さんいいですか、心の準備は。こんなん初めて見た。52kg。 え、壊れた。特に太ったわけでも筋トレをめちゃめちゃしたわけでもないんですけど、あ、でも最近肩が凝るなと思って、ちょっとだけ筋トレしてるかな、それかな。えらいこっちゃになっておりますと。サイヤ人ですか、やかましいわ。